好きなラジオー。団子ちゃんさ、おお、え、なに？ちょっと相談。おお、珍しいね。この間、バーベキュー誘われて、うん、断りきれなくて行ってきたんだけど、うん、全然楽しくなくて。なんで？なんかさ、うん、テンションについていけないっていうか。あー、まあまあまあ、あるよね。しんどかった。あー、じゃあさ、うん、あの陰キャのバーベキューのルール考える？いや、陰キャはそもそもバーベキューしないよ。うん、いやいや、違う違う、その何？どんなルールだったらこう外で肉焼きたいと思うの？まずは、うん、大きい声出さない。ウェイとかウワーみたいな、うん、意味のない言葉はほんとダメ。そうなの？うん、ダメなの？あと、うん、みんなの肉を焼く係を買って出るのもダメ。うん、なんで？ありがたいじゃん。陰キャのパーティーは、うん、自分の肉は黙って自分で焼くの。あ、そういうことね。あと、うん、人の飲み物の量をずっと見てて、うん、で、少なかったらすかさず注ぎに来るのも禁止。ダメなの？いや、自分が気遣いできない人間に思えてくるから、うん、もうやめてほしい。マジか。なるほどね。かかとの高いサンダル履いてる女子もできんね。いや、月見ちゃん止まんないね。誘ってきたくせにほったらかしにするやつとか。いや、ほったらかして男子とキャッキャしやがって。ストップストップ。会費安くするための人数集めで誘っただけでしょ。月見ちゃん、ごめんごめん。いやー、びっくりした。まあね、全部毒吐きな。まあ、基本ルールは、自分のことは自分でやる、静かに過ごす、一人で過ごしてもいいって感じかな。あ、でもそれ普通にいいかもね、そういうバーベキュー。うん、あ、うん、あと終わり時間来たら即解散ね。いや、おい、止まんねえぞ。帰るの気まずいし、迷惑だし。てか夏にやるの禁止。ちょっと暑い。秋か春。隣のバーベキュー場の人とこう仲良くなって連れてくるような人はもうブラックリスト。あと予約したり、裏で一番上がった人には、周りがちゃんとさ、いろいろやってくれたから、半額でいいよとか言わないとさ、もう自分から言い出しづらいわけ。バーベキュー行くくらいなら、家でチャンネル登録してる方が楽しいし。それはさすがに特殊。